はようございます。伊賀忍者です。今見ての通り慶応義塾大学三田キャンパスの前にいます。仕事帰りで一応大きかった、びっくり。こんな感じです。時間も4時半過ぎで、なんでここにいるかっていうと、今、帰る途中なんですけど、今日もちょっと余力があるんで、その慶応義塾大学の隣にある春日神社ってところに来たかったんですよね。この桜がすごい咲いてるんですけど、ここに賽銭入れるのか。お金、あったかな、小銭。あった。こじんまりとしてるんですけど、この桜がやっぱ綺麗なんで。でも上は特にこんな感じですね。ただ桜が綺麗です。はい。で、奥が朝早いんでね、人がいなくていいです。これは多分稲荷神社ですね。福徳稲荷、それも聞いたことあるな。失礼します。はい、賽銭を入れて、で多分そっち、これ隣全部慶応義塾大学なのかな、多分。きれいきれいきれい、桜が。あれ、こっちも何か。これは赤羽稲荷って書いてありますね。失礼します。でも賽銭入れて、読めない。結構急ですね。でもこの位置の桜もなかなか綺麗です。やっぱ人がいないとね、大っぴらに撮れていいかななんて思います。で、春日神社からでした。最後、こっち側にもこういうのがあって、あと桜を撮って終わります。最後、はい、終わります。映ってるかな。